はい、さて、じゃあ前回はですね、電圧下げました。で、この後、EDS を使っている方々にはちょっとまだ他に、資料手順があります。ですね、EDS の手順をちょっと見ますと、まず DPP のこの電源、消します。電源ボックスのここのところ、ちょっと見えないので、回り込みます、これ。このところにありますんで、DPP、これを消します。はい、DPP 消しました。そしたら、あとはこちら側の装置ですね。このこれ。これですね。これ消すのは難しくないです。まず、左から順番にやっていきます。これをオフにします。オフ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 になりましたね。で、次これをオフにします。これをストップにします。ストップ。うん。で、ちゃんとボタンも消えてますね。それぞれね。そしたらこれを、オフにします、うん、であとは裏の電源 EDS の電源をここにありますけど、ここをオフにすると、でこれで終わりです。これでもう EDS は終わりです。まあちゃんとあれが後ろに下がってるかもね、あの消す前に確認しとかなきゃいけないんですけど、まあちゃんとやってれば、間違うことはないと思います。でこれで EDS も終わりです。なかなか難しくないですよね。あとは、アンチコン ACD をヒーターにかけるということだけですね。ちょっと一旦区切りがいいので、まあ EDS が終わりましたので、これでちょっと止めますね。